どうも、西田シルクです。僕久々に喋るからこんな声だったんだけど、新型コロナウイルスに感染した疑いがあると PCR 検査受けに行ったんですけど、陽性でございました。急に来ました。今現在熱がね、39度4分ぐらい、だるさと筋肉痛かな、あとね、鼻の方がちょっとあんま良くないですね。発熱、咳です。症状としてはこの5つがね、今あります。皆さんが言うようにね、だいぶ辛い。熱上がったピークの時とかはね、本当にうわーしんどいなってなりますね。40度ぐらい出たのかな。ずっとね、ご飯食べて薬飲んでっていう感じでやってます。消毒とかね、結構気をつけてやってたんですけどね、いきなり来ました。本当に氷枕をここにね用意して、こんな感じで寝っぱなしです。全然ね、動く気が出ないとかっていうことはないんですけど、入念にね結構チェックしてたんですよ。急に陽性出たね。一番最初の症状としてはだるさが来て、人一人背負ってるんかなぐらい重かったんで、これ怖いなと思ってから急に発熱が始まって、で筋肉痛来て、これ多分まずいんじゃないかなと思ってから咳が出始めて、で今日の朝ちょっと鼻が使えなくなってきちゃった。8時間おきぐらいに新たなることが起きてるから油断できないんですよね。窓はずっと開けっぱなし でここにねちっちゃい扇風機があるんですけど、これを回してね換気してるっていう感じで、いやマジで2021年、本当に俺個人で見たらついてねえな。この夏かなりついてないんだよな。やっぱ多分今そんな高くないと思うんだよな。37度、平熱ぐらいこの服も洗濯すっか。体をきれいにしたい。風呂入りたい。何とおっしゃったのか分かりません。言ってねえよ。発症してからもうそろそろで5日経ちます。熱はですね、今解熱剤飲まなくても下がってます。普段からね、僕水めちゃめちゃ買ってるんで、どこに行かずともね、ずっと水が手に入るって。普段の準備が良かった。はい。お、36度3分。咳はね、若干出るのと、まあ、やっぱ、鼻声なんですよね。これに加えてね、こう、胸が圧迫されたりとか、まあ、呼吸がね、こう、しづらくなったりとか、そういうのを考えたら、いや、めちゃめちゃきついなって思いましたね。食欲はね、僕もね、一瞬だけ、うわっ、あんま食いたくねえなって時あったんですけど、ずっとまあお粥だったり、まあラーメン、カンカンでね、いただいてたフルーツ食べてたり、まああとフルグラとかそういうの食べたりしてね、なんとかこう栄養になるものをまあ摂取できればなと思ってね、食ってました。で今回本当にびっくりしたのが、チキンラーメンを作ったんですよ。でこれ食べようと思って、よしじゃあいただきますって言ってふって食べたら、味が全くしなかったんですよ。チキンラーメンの味がしねえってやべえなと思って、ちょっとした味、繊細な味にね気づけないんですよ。パイナップルジュースかなんかを一口飲んでみようと思って飲んだんですけど、なんか果汁が入ってるなっていうことぐらいですね。柑橘系の飲み物なんだろうなっていうのしかわかんない。でもね、体のだるさとかっていうのはなくなってきたかな。もう普通に立って、まあお風呂入ろうとかトイレ行こうっていうのにも、あーめんどくせーみたいな、だるーっていうのはなくなってます。筋肉痛もね、もう高熱ではないのでもうないですね。40度近く出た時があったんですけど、その時はね、もう右の肩がパンパンになってて、前に40度ぐらい、まあ、出た経験があったのが、まあ、ちょっと幸いだったかなと思います。多分ね、なってなかったらやばいなこれってなってたと思う。久しぶりになんかこんなに布団の上にいたな。明日もね、気をつけながらちょっと休息を取っていきたいと思います。はい、発症から6日かな。もう熱はもう完全に引いてるっていう状態かな。解熱剤飲まなくてもね、熱は引いてるんですけど、匂いと味が分かんない。これが本当に嫌だ。ご飯とかね、そういうのでこうやっぱね、ストレスをある程度逃がすっていうのがさ、まあ人間じゃないですか。いや、この味がなくなるのはね、ちょっと大変ですね。何よりね、鼻の効かなさがすごい。何を嗅いでも全部無臭。もう全くしない。味も目隠して食べてたら、基本何かがわからない。前もった何らかのね、準備しとかないと、食料はなくなるわ、水はなくなるわでね、めちゃくちゃ大変です。たまたま僕は全部準備したからよかったんですけど。36度6分。うん、まあ平熱っすね。あとはこっから、味覚と嗅覚のみ。これだけどうにか。いやー、早くね、ちょっと、直したいな。
おはようございます。今はですね、あれから10日後とスラムダンクみたいになっちゃった。今日からね、外出は大丈夫ですよってこと言われてるんですけど、なんとなくね、まだちょっと体は元気なんですけど少し心配なので、今日もね、ちょっと外出はあんまりせずに家でおとなしくしようかなと。おかげさまでね、編集とかまあできたり、まあ、体はね全然もう動くようになったんで大丈夫です。熱もね、もうずっと36度後半ぐらい平熱でね保ってるんで大丈夫です。熱ももうね出なくなりました。かなり嬉しかったのが味を感じるようになったんですよ。味がね、この感じるようになって味覚が復帰した瞬間、めちゃめちゃ心身ともに元気になりました。一番ひどかった時にチョコレートを食べたんですけど、何回食っても牛脂食ってるみたいな。やっぱ味って感じなきゃダメだなと思う。めちゃくちゃ幸せなことだなと思いましたね。多分聞いてわかると思うんですけど、鼻がねちょっとまだ詰まってるんですよね。少しだけ治りかけのこの咳みたいなやつと、ちょっと鼻のこの何こもってる感じが治れば、まああとは大丈夫かなと。外出た時もマスクもちゃんとしてたし、アルコールもやってたし、こまめにやってたんですけど、めちゃめちゃ僕ね、コロナのことに対してはね、気をつけてたんですけどね、これからもね、ちょっと気をつけていろいろとやっていかないとダメだなと、より一層ね、思いました。幸いね、息苦しいとかなかったんでよかったんですけど、とりあえず、無事治りました。すいません、皆さん。はい、とりあえずですね、今は僕は元気でございます。心配かけてしまって申し訳ございません。僕の場合はね、辛かったのが最初の3日間とか4日間ぐらいですかね。今はね、10日間を終えて、自宅療養の期間が終わりましたよっていうのをね、まあ言っていただいて、まあ外に出られるという状況になっております。普段の生活に戻って大丈夫ですよっていうのはね、お言葉いただいたので、まあそうしていこうかなと、ゆっくりやっていこうかなと思います。8月のね、動画は実はもうすでにね、まあ去年とかから撮っておいた動画をまあまとめて作って動画投稿してたって感じなんで、8月ね、実はそんなに撮影してなかったんですよね。その時にちょうど僕がまあなってしまったと。8月の動画ね、よく見ると僕らがね、長袖だったりとか、まあちょっと前のね、動画だったりしてたんです。実は家にいることがね、多かったんですけどね、急に本当に来ました。皆さんもね、お気をつけてください。体調が戻ってきてから編集したりしてね、8月どうにか乗り越えられたんですけど、いやそれにしてもね、メンバーに会うのもちょっと今ね、あれなんでちょっと控えてはいるんですけど、ゆっくり戻していこうかなと思います。いやーマジでちょっと今年は本当についてなかったっす。ちょっとどうにか努力してね、巻き返そうと思います。頑張ります。発症してからね、だいぶ経ったんですけど、かなりもう元気です。いや最初はね、かなりびっくりしたんですけど、まあ言ったら後遺症なんかも特になく、いつも通りの日常に戻ったという感じですね。まあ、体は、大丈夫になりました。心配ね、おかけしてしまったと思うんですけど、皆さんご心配なさらずに、戻ってよかった。動画見てくれてありがとう。セカンドウェイ、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。